宝石ネット買取のリーディングカンパニーハッピー運営する柏木トレーディングの柏木社長は、20年以上商社で宝石の取引をしてきたプロフェッショナル。本当の価値を知るハッピー、渋谷本店をお訪ねしてお話を聞きました。それではどうぞ。女性の美しさを際立たせる光り輝く宝石。しかし宝石は美しいだけではなく、永遠の財産でもあるのです。世界中でダイヤモンドを扱ってきたハッピーの柏木社長は、早い時期からネットでの宝石販売買取に着目し、ネット買取のリーディングカンパニーとして信用と実績を積み重ねてきました。そのハッピーが渋谷109横多摩急ビルに買取専門の新店舗をオープン。ここには宝石鑑定の専門家が常駐し、実店舗で安心して宝石の買取相談をすることができます。私もともと熱海で薬剤師をしておりまして、自分の薬局を持っていたんですけれども、でそこに住友商事の副社長さんがいらして、その方を治療させていただいたんですけれども、その時に、大変私のことを気に入っていただきまして、どうしても、東京へ出てこいということで、私も世界を見てみたいということで、お店を畳みまして、東京の方の、住友商事とデビアスが合弁でしておりましたオリエンタルダイヤモンドというダイヤモンドの商社に入社いたしました。海外出張と、国内販売をほぼ毎月繰り返すという仕事をずっとやらせていただいて、10カ国以上買い付けの仕事をさせていただいてますけれども、10年後に独立して柏木トレーディング株式会社を始めました。私ども の店舗買取とインターネット買取っていうのは絶えず連動したものでして、やはりインターネットというのは非常に利便性はありますけれども、お互いの顔が見えませんので、高額なもののやり取りというのにはどうしても不安がつきまとうと思うんですね。そこで私どもが考えたのは、とにかく駅に至近でお客様の利便性のあるところに実店舗を構えさせていただいて、インターネット上で大方の査定をさせていただいて、お客様も二度手間にならないようにある程度の合意をいただいたところで、駅近のお店に現物を持ってきていただく。そこで我々はもう一度それを見せていただいて、ネット査定よりも高くいけるものにはできる限り値段を出させていただいて、お客様にもできるだけ有利になり、我々も利益を取らせていただく、ウィンウィンの関係を大切にして店舗展開をしてきました。そして、我々もともとダイヤモンドの出身ですので、当社のスタッフも、全てバイヤーですとか鑑定士出身の、ダイヤモンドの世界ではトップの人間を集めているつもりです。こうしたことから、宝飾品買取ではお客様から大きな支持をいただいておりますが、今までダイヤモンド中心でしたので、御徒町というダイヤモンドの町に店舗展開をしてきまして、アメ横、そして御徒町南口とお店を出させてきていただきましたけれども、やっぱり東京西側のお客様の利便性があまりないんじゃないかということで、渋谷109というランドマークは若い方からお年を召した方までどなたもご存知ですし、渋谷駅から1分というこの立地は非常にお客様の利便性もあると思いまして、まあ、もう全く迷わずにここへの出店を決めさせていただきました。安心査定のハッピーでは現在5台無料サービスを実施中です。ぜひともご利用ください。店長の石田と申します。ハッピー渋谷本店は渋谷109のすぐ隣にございます。査定のご相談など全て無料ですので、お気軽にお立ち寄りください。お待ちしております。
現在地方からの査定依頼が急増しています。これは当社が無料査定、無料宅配サービスをさせていただいているためだと思いますが、これからはこちらにも力を入れ、全国の皆さんにご利用いただきたいと思っております。高額査定には自信があります。ぜひお越しください。ネット買取のリーディングカンパニーハッピーは、今後もお客様のハッピーを約束します。ハッピー渋谷本店では、デザインの古いリング、片方だけのピアス、汚れたブランドバッグなどの買い取りもしています。タンスの片隅で眠っているアクセサリーを有効に使ってみませんか？渋谷109横の新店舗で、宝石鑑定のプロにご相談してはいかがでしょうか。